私はその自分は何も知らないでいたけれども、おっかさんとの二人暮らしはこの橋を渡る人が置いていく橋線で立っていたので、一人いくらかずつ取って橋を渡しました。橋があったのは町を少し離れたところで、土手に松の木が並んで植えられていて、橋のたもとに一本あったしぐれえのきというえのきの下に、橋の番をするための箱のような小さな小屋を建てて、そこにおっかさんと二人で住んでいた。ちょうど町の馬生に住んでいる日雇いの妊婦、土方、人足、それから三味線を弾いたり太鼓を鳴らして飴を売ったりする人、越後獅子やら猿回しやらマッチを売る人だの、歌を歌う人だの、曲げを結ぶ元結いという小寄りを作る人だの、町箱作りを内職にする人などが、町へ出て行く行き帰りには必ずおっかさんの橋を通らなければならないので、100人から200人ずつ朝晩にぎやかな人通りがある。また町からやってきてこの橋を渡って馬生の町通りを過ぎると野原へ出る。そこは梅の林になっていて、上の山が桜の名所で、その下に桃の咲く谷があって、谷を流れる小川にはあやめや柿つばたがいっぱい咲いた。ホオジロ、山柄、ヒバリといった小鳥もあちこちで歌っているから、きれいな着物を着た問屋の娘さんや金持ちのうちのご隠居さんや、ひょうたんを腰にぶら下げたり花の枝を担いだりして千鳥足で通る人もいる。それは大抵春のこと。夏は夕涼みだと言って人が出る。秋はキノコ狩りに出かけてくる。山でぶらぶら遊ぶ人はみんなうちの橋を通らなければならない。この間は誰かと2、3人連れで、学校の先生が小屋の前を通って私の顔を見たから丁寧にお辞儀をすると、おやと言ったきりで橋線を置かないで行ってしまった。元の屋敷町の荒れ果てた土の塀が今もそのままになっている。雪が消えてまだ間もない乾いたばかりの石のゴツゴツした狭い麹が霞みながら一筋煙のようにゆらゆらと黄昏れていく。3月弥生の末から少しずつの早い遅いはあっても、花は一時に咲くので、その人並びの塀のうちに桃、梅、椿も桜も、あるいは満開に、あるいは初々しい花に、色香を装っている。石垣の草には、フキノトウも若葉の色を見せよう。特に、桃の花を真っ先にあげたのは、昔この一角は、桃の組と呼ばれる、組屋敷だったと聞くからである。その桃の木の名木もまだそちこちに残っていて、うららかに咲いたのがこう目に見えるようで、それがまたいかにも寂しい。二筋ばかりの麹が重なって交差して、美しい女の虐げられた一昔前にはどこでもありきたりだが、伝説があるからで、通り道というわけでもなく、花はこの近くに名所もあり、わざわざこんな裏の麹に入ってくるものはない。昼間もほとんど人通りはない。